はい、皆さんこんにちは、リード直樹でございます。というわけで今回はやっていきますよ。キリト艦隊で、このキリトくんが毛が減りついてますね。なんで OK と。で、このキリトくんが遊撃、同撃、同盟撃、戦撃で、こっちのキリトくんが即殺、同撃、即同撃がついておりますので、まあ余裕かなと、まあ、最適性なんでね、ダメをワープで。まあ殴りに関してはもうキリトの横に出るキャラいないんで、クラピかわかんないですね。ちょっと僕クラピカいないんで、まあ、こういう風にね初手から突破できるんで、まあ、これはもう最適って言っていいっしょ。ほらもうこれは最適ですよ。これはもう最適性です。これはもう最適性間違いなし。あ、ちょっと毛が減りついちゃってるのがちょっとずるいんですけど、毛が減りなんてなくてもね、本来はいけるんですけど、まあ、今回はちょっとずるということでね、毛が減りついてるキリト君を使わせてもらってます。でね、アイテムもね本当は使わなくてもいけるとは思うんですけど、まあ、ちょっと、まあ、僕ズルなんで、ズルやつ使ってズルしちゃってるんで、やっぱズルしてなんぼなんで。やっていきますけどね、ちゃんと取れてるよね。SS 止まってないけど大丈夫かな。まあまあまあ、でも SS なんてね飾りなんで、偉い人が言ってたんで、 SS 飾りだよって偉い人が言ってたんで、まあマリアなんてね、正直ヤリアなんてキルトにかかればいけるんですよ。正直ヤリアやめろ、ニラいかないなんてね、だるいかこれ。まあ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 、でもこれがねキルトくんなんで、キルトはダメージ食らいつつやっぱ強くなっていく系ヒーローなんで、そこはね、まあ、まあ、任せてくださいよと。ほい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 、オッケー。さて、鬼門ですね。あ、何が起きたってばよ。まあ、ここをね見てで処理できれば神ですね。そうなんですよ、ここ見てで突破できたら神なんですよね。こういう風に余裕ができるんで。でここを SS 使うと思うんですけど、本来だ普通ならば、ただ SS 使っちゃうとダメなんで、ここは使わないと。まあ、怪我減りもあるんでね大丈夫ですよと。でも攻撃ないんで、ここはここ倒していくと。まあ、
キリトなら簡単ですね、こんなことは。やっぱ属性なんでね、やっぱ主人公補正で乗り越えていくんで。でここ見てほしいんですよ。これがキリト君の強さです。せいや、これがやっぱキリト君の強さですよね。ヤディアの攻撃も耐えていくと。ヤディアじゃない、何の攻撃だ。でここは、まあ、ちょっと何かのなんかね、ユイの応援、ユイが回復を取れって言うんで取ります。そう、そういうね、仲間の仲間の言葉にも耳を傾けていくと。主人公ですから。やっぱ主人公なんで、主人公はねこういう仲間の言葉にも耳を傾けていくと。で雑魚処理完了して、蘇生マンは倒しましたんで、ここからはもうここでねちゃんとやっていけばいけますよと。あれ大丈夫かな、これは。まあ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 、 SS ね1本打っちゃってもいいんですけど、ここフォーミングそんなないんで、フォーミングっていうね概念がないんで、はい OK ですと。どうしようかな、これこれやばい。オッケーオッケーオッケー、そこだけ倒せるのもでかいですね。そこだけ倒してもいいんですよ。あ、8月9日のスポーツイベントです。ほらこうやってね倒せるんですよ、キリト君であれば。でここはちょっと、ちょっと待って、入れ回した。ちょ、待って。バカ。なんで入れ回してんだ、お前。うぃーせい。まあまあ、入れ回してもね、勝てますということでございました。というわけで、今回ここまでとなります。皆様もよろしければ、最適性、キリト君使って、12の極やってみてはいかがでしょうか。というわけでありがとうございました。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。